6段審査一発合格の方法のパート2のビデオになります。先月実際にお会いした方がこの方法で6段審査一発合格された。百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のガレです。やってますか。おー、今日は6段審査一発合格の方法のパート2のビデオになります。今回は僕の話じゃないんですけども、先月実際にお会いした方がこの方法で6段審査一発合格されたっていうことなんで、もうこれねすごいですよ。この話聞いた時にずっとなんかうわすごいなこの人、ワクワクしてて、もうね本当無理やりお願いして YouTube で聞きたい人いっぱいいると思うんですけど、この話させてもらえませんかって言ってお願いした、これ実際に本当の話です。では早速どうぞ聞いてください。 A さんは今58歳、6年前に30年ぶりに剣道を再開して5段を取得。この話は A さんが6段審査を控えた今から1年半前のお話です。稽古の後みんなで食事やお酒を飲んでいた時に警視庁 OB の八段先生に質問したそうです。来年の6段審査に向けて今の私の剣道で足りないところを教えてください。八段先生は言いました。 A さん、では毎日1000本素振りをしてください。そしたら受かりますよ。わかりました。ただしはい、ただし愚直にやることを約束してください。はい、わかりました。愚直に毎日1000本振ることを先生と約束します。そしてその日から A さんのチャレンジは始まりました。実際に1000本振ってみるとわかるのですが、やはり30分以上はかかります。肩も痛いです。それでも雨の日も風の日も A さんは振り続けました。なぜなら八段先生に愚直に振ると約束したからです。 A さんは仕事柄取引先との食事会などでお酒を飲むことも多く、帰宅が夜中の2時ということもあったそうです。それでも A さんは夜中の2時から市内を振り続けました。どうしても今日はやりたくない、そんな日もあったそうです。そんな日はテレビを見ながらでも座ってやりました。1日2日ならよくても毎日となるとどうしても生活にもリズムがありますし、早起きができない時も当然あります。だからこそ八段先生は先回りして愚直にと釘を刺していてくれたことに A さんは気づきました。 A さんは素振りの記録を剣道ノートに書き続けました。そして審査の1ヶ月前にはこの YouTube の百州武道具店の動画を全部まとめて集中してみたそうです。そうするといろいろ考えすぎてごちゃごちゃになっていた頭の中がすっきり整理されたと言ってました。そして1年後いよいよ A さんの運命の商談審査の日がやってきました。 A さんは会場入りしました。初めての全国審査です。普通初めての全国審査なら緊張するものです。でも A さんの心境は全く違ってました。 A さんは会場を見渡した時にこの会場全体で同じ58歳で1年間毎日1000本も素振りをしてきたのは僕だけかもしれないなと思ったそうです。その瞬間緊張はほぐれ、立ち合いで自分の剣道が存分に発揮できたそうです。1000本の素振りを毎日続けたことによって得たものは、素早く竹刀を振れるようになることももちろんあったけど、一番大きなのは当日の審査会場で自分の剣道ができる自信だったのです。合格の掲示板を見た時に八段先生に1年前に言われた言葉を思い出しました。毎日1000本素振りをしてください。そしたら受かりますよ。ただし愚直にやることを約束してください。ああ苦しかったけど先生の言う通りやってよかったな。そしてその意味をかみしめたのです。いかがですか。これ全部本当の話なんですよ。元気出てこないですか。今すぐ素振りやりたいってなんないですか。それでいくつかポイントがあると思うんですけども、まず1番目はこの A さんがねブランク30年あるもう我々と同じような剣道の一般の愛好家だったってことなんですよ。
これがもうおまわりさんとか大学の先生で昔選手バリバリでこうやってたっていうんだったら、ああそうですかすごいねってなるんだけど、もう我々と同じなんですよ。もうみんなやればできる、もう可能性しかないでしょ。だからこの話を聞いて共感しちゃうんです。そしてこの話の2番目のポイントはやっぱりね、この八段先生の教えが技術云々じゃなくて素振りを毎日してくださいっていう非常にシンプルだったってことなんですよ。これやっぱりね、毎日素振りってこう一見遠回りに見えるんだけど、ちゃんとやっぱり意味があったんだよね。普通まあ商談審査を受ける人っていうのは、まあ、攻め方とか引き出し方とか打ち方とかね、立ち姿とかいろいろやっぱり注意するし、いろんな先生にこう意見を伺ってね、もう迷って分かんなくなることってあるんだよね。多分この A さんも素振りを毎日すれば1年半後どうなってたかっていうのはね、最初は分からなかったと思うの。だけどそれをもう信じて、もういい意味でバカになって突き詰めたからこそこの結果出たし、その先生の言ってた意味も自分で見つけたってことなんだよね。そして3つ目のポイントはね、やっぱりこの A さんの努力です。これね、やった人にしか分かんないんだけど、素振り1000本ってめちゃくちゃきついから、もう多分ね、時間で言うと40分45分ぐらいかかって、もうね腕とかもうパンパンになると思うのね。で1日2日だったらやる人いるかもしれないんだけど、これはもうね毎日続けるっていうのはね、もう苦行ですよ。ほんとすごいと思う。でそのね、こういう話を聞くと、あ、 A さんはまあ時間があったから、いや俺は忙しいしとか思っちゃうんだけど、僕ねこの A さんのお仕事聞いたんですけどね、もう僕なんか相手にならないぐらいめちゃくちゃ忙しい人です。そしてこの A さんの努力のね、もうちょっと垣間見えるところは、最初やっぱり再開するにあたって歩くことから始めたそうなんですよ。もう体がもうダメになっちゃってるんで、歩くことから始めた。そして次に5キロぐらいだったら走れるようになってきた。でこのランニング続けてるうちに今ではフルマラソン出るようになったって言うんですよ。この すごいだ、この努力がすごい。そして最後4番目のポイントとしては、確かに今回ね A さんは6段審査だったんだけど、これはもうね7段も初段も2段も3段も4段も5段ももう同じだと思ったの。要するにこの8段先生の教えはね、その実際その商談審査や試合の場で自信を持った立ち合いをやりたいってみんな思う。それで緊張しない方法とかこうやって調べちゃうんだけど、その先生の教えはそうじゃなくって、その試合や審査までにどれだけのことをやってきたかっていうことが自信に変わるんだよっていうことだったんだよね。そりゃ受かるわ。さあ皆さんいかがですか。この話を聞いて今すぐ素振りをやりたくなったんじゃないですか。ちなみに僕は始めました。1000本素振り毎日始めて今日で4日目です。毎日素振りをして、この間開発した剣道素振りアプリに入力して、それで全国ランキングを見て楽しんでやってます。皆さんもぜひ、これ無料なんで剣道素振りアプリダウンロードしてやってみてください。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。